はい、こんにちは、ギャラリービータの八田です。今日は浅草の浅草寺に来てます。以前オンラインビータでご紹介した水彩経の会の、主催をしている小林正治先生が今日はここでスケッチしているということで来てみました。ではちょっと探してみようと思います。あ、小林先生がいました。あ、小林先生こんにちは。お、こんにちは。しばらくです。ご無沙汰してます。いや、こちらこそ。あ、もう鉛筆書き終わられて、はい、着彩に入っていらっしゃるんですね。そうです。浅草寺はあまりにも有名ですけど、逆にあまりにも有名だから今まで、なんて言うんでしょう、絵にはしなかったんですが、改めて見てみると絵になる場所がたくさんありますね。そのうちの一つがこれです。でちょっとこういう、アングルからちょっと挑戦してみたんですね。まあ浅草寺は広重とか江戸からたくさんの名人がたくさん描いてますけれども、まあ、どれだけそれと比べてどんな絵になるか分かりませんけど、ベストですね。私にとってはベストです。ちょっと風があるのが難点ですけど、光の具合は水彩にとっては僕にとってはベストですね。特に町の風景や建物の時はあんまり快晴よりか、少し薄曇りで、だけど明暗はしっかり出てるというぐらいの光の環境が一番描きいいです。むしろ青空が似合うのは田園風景とかね、緑の多い風景とか海だとか、そういう自然な風景の方が青空に似合うような気がします。もしくは、非常に近代的な高層ビルなんかのような風景にはいいかもしれませんね。雨の日は本当にね、絵にしたいところたくさんあるんですけど、ただ現場、私は現場主義ですので、現場主義のものにとっては雨の日は非常に描く場所が非常に制約されちゃいますんでね、だから最近は雨の日はあまり描かないんですけど、普段から雨の日を想定して雨でも描ける場所を何て言うんでしょう、キープっていうか探すようにしてますね。やっぱり一番はやっぱり臨場感でしょうかね。臨場感であり、空気感であり、季節感であり、街の表情、これはやっぱり現場でないとっていうか、写真からだとどうしても感じが出ませんので、少々条件が悪くても、それから結構恥ずかしいんです、街中で描くの、条件悪くかったり恥ずかしいんだけども、その現場の魅力に勝てないで頑張って描いちゃいます。平均的に言いますと、デッサンで1時間、それから彩色で1時間ですね。ただしそれは現場での時間であって、家に帰ってからそれぞれちょっと手を入れたり仕上げをしますので、実質トータル3時間超というところでしょうか。僕が使ってるのは日本画の作用筆という非常にちょっと腰のある筆で、この筆が気に入ってるのは結構使い込んでも
穂先が絶えずとんがってシャープなんですね。ですから細かいところの表現なんかも結構できますし、筆を倒して使うと結構広いところも濡れちゃうんで、ほとんどこの1本で大半は仕上げてあります。先ほども天候のことを言いましたけれども、私は薄曇りの空が好きなので、ちょっと曇った感じの空にしたいんですね。で、使ってる色はですね、ホルベインの肌色、つまりジョンブリアンっていうジョンブリアンナンバー2という色と、同じくホルベインの、バジターブルーというちょっとやや不透明なブルーと混色して使っております。それで、空は地面に近い方は割と暖かい色してますので、地面に近い方は少しジョンブリアンを多めにして暖かい感じが出るようにしてます。特に深い考えはないですが、町の中の絵だと一っ子一人いないっていうのはどう見ても不自然ですから、一人でも二人でも、そのできればその描いてる町の雰囲気に合った人物が入るといいですね。例えばお寺なんかだったらちょっとお年寄りみたいな方を入れるとか、この場合浅草ですから後から入れますけど、最近、若い女性がよく着物を着て参拝する方が多いんで、そういう人をちょっと入れるとか、やっぱりその場に似合った、人物をね、なるべく入れたいと思いますけど、いずれにしろ典型人物ですので、それが主役になるほど出しゃばらない方がいいかなと思ってますけどね。はい、そうですね、これあった方が構図として絵としてもずっと面白いと思うんですね。それに遠近感が強調されますし、そうですね、あんまりマスキングは使わないに越した方がいいんですが、やっぱり、細いところとか細かいところで明るいものですね、明るくて、そういうもので絵の上で割と、外せないものはあらかじめマスキングインク使うようにしてます。塗り残しをしてもいいんですけど、かなり塗り残しだと非常に不安定で思うようにできない場合が多いので、マスキングを使うようにしてます。瓶タイプのマスキングインク使ってます。スティック状じゃなくて瓶タイプのものをちょっと絵皿小皿に落として、数滴落として、で割り箸を削ったものでちょっと水を加えて、それで、マスキングインクを塗ります。それで私は現場ではマスキングインクはちょっと細かい作業になってやりにくいので、家で彩色する前に家で済ませておきます。そういうスタイルでやってます。難しいですね。あんまり欲張って描きすぎてもいけませんし、描き足りないのもいけませんし、そこはそうですね、阿吽の呼吸でしょうか。相手もいないのに阿吽の呼吸って変ですけど、成り行きでここら辺かなっていうところでいつも手を打っちゃいます。で、私もほぼ現場ではここら辺まで書いて大概終わりにしちゃうんですが、あと細かいところと仕上げ、現場ではちょっと、繊細で描きにくいところなんか家で描くんですが、今それで悩んでるのが一つありまして、この瓦のこの縦の列、これ下書きでは鉛筆でちゃんとやっといたんですけれど、
さらに筆を入れるかどうか、それは今ちょっと、悩んでます。今日は浅草寺を描いていただきましたけど、はい、いかがでしたか？今日はお天気がですね、非常に時折 薄日が差すぐらいの水彩画描くにはも本当に、うってつけのお天気で、時折吹く風も涼しいし、描いていて非常に快適でした。で、神社仏閣っていうのはね、普通絵には非常に、しにくいモチーフではあるんですが、そういう条件にも恵まれて、割とスムーズに筆を運ぶことができました。あとは仕上げは家でやりますけれども、1時間程度でうまく終わることができました。ちょっと水彩を描かれている方に一言メッセージを。水彩はね、確かに誰でも入りやすい世界で、とても親しみのある画材ですが、とても奥が深いです。外の風景写生っていうのは確かにいろんな制約が多いんですけれど、暑いの寒いの何のかんのって体肌で感じながらね、現場で描いてるその臨場感と空気感がとても楽しいですね。ですからぜひ、気候のいい時は外へ出てお描きになることをお勧めします。最後に一つ、お知らせが、丸の内の丸善オアゾの丸善で、個展を1週間やることになりました。久々の個展ですが、どうなることやら、今から緊張しながら、準備を進めております。かなりのプレッシャーに感じておりますが、おついでがありましたらお出かけください。に合わせて小林正治先生の水彩画集第2弾が完成しました。第1弾より平時数、収録作品数ともにグレードアップした内容です。東京近郊の懐かしい風景を中心に、海外の風景作品、静物画も収録されています。会場に行けない方、郵送してほしいという方に通信販売も受付中です。詳細は概要欄をご確認いただくか、トラベルプランギャラリービータまでお問い合わせください。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。また見せてください。はい、ありがとうございました。今後も絵が好きな皆様にお楽しみいただける動画をお届けいたします。お楽しみいただけましたら、私たちの励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。